こちらが太陽系の起源を隕石とかはやぶさ1、はやぶさ2の資料から分析しようとする分析装置になっています。動位体顕微鏡という装置です。ここに入れたサンプルがですね、向こうこのサンプルの中から原子を飛び出させるために高速の速い原子を当てます、はい、ちょうどその一番下流がディテクターになるんですけれども、そのところにうまく磁石の力を合わせまして、それで一つ一つの原子を数えると。で、原子は同位体でできてますので、その同位体の種類を数えてやれば同位体比が出てくるということになりますね。こちらのディテクターの部分をですね、我々改造しまして、それで小さなところのイメージングができるようにしたというのが同位体顕微鏡の、一番の特徴になっています。先生、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。大変楽しみにしておりました。どうもよろしくお願いします。子どもの頃からの経験とかだいぶ影響してるんじゃないかなって僕は想像するんですけど、はい、先生、子供、それに関係づけなくてもいいと思うんですが、和歌山県の生まれですよね。はい、和歌山です。多分同じ年代かぐらいだと思うんですけど、はい、そうですね、どんな子供だったんでしょうね。うちはみかん農家で、小学校に上がる前はみかん畑に連れてって、ほら連れてってっていうか、ついてってそこで遊んでろっていう感じでしたね。でもやっぱり宇宙への興味、はい、とかいうのはもうその頃があったんですよね。やっぱあったんですよね、きっとね。山の土掘りをして、うん、そこから水晶とか出てくるんですよね、うん、だからキラキラしたものを集めたりっていうふうなことをしてたから、うん、そういう、最終壁みたいなのはあったんでしょうね、うん、でその後いろいろと理科がやっぱり好きで、うん、はい、それで天文が好きになってという形でですね、うん、はい、学位取った後からスタートは火星なんですか。火星の研究、スタートは隕石ですね。でも隕石も直接隕石をやり始めたらもう少し後で。ただ原子の隕石のサンプルが現実に手に入るっていうのはその頃はまだありえなかったんですよね。その頃は難しかった時代ですね。ですよね、はい、例えば地球に落ちてくる隕石を調べても多分あんまり、それも研究の対象になるんですか。それはなります、はい、もうやっぱりそっちの方がやっぱり研究の対象になって、ね、たくさんのことが分かってきます。その積み重ねがあるんですよね、はいはい、それがないとダメですね。でもこう最初に、本当に宇宙にある真空の中にあるこういう小惑星からサンプル取るっていうのはごく最近ですもんね。それは最近ですね、ちょうど35年ぐらい前から。はやぶさが最初じゃないでしょう、ね、一番最初にそれをやったのは何なんですかね。小惑星からははやぶさですけれども、最初にやったのはアポロですね。最終的にいろんなことを知りたいんだと思うんですけども、さっきの話では太陽の ヒストリー、はい、それから太陽系、太陽系の起源ですね、起源ですね、はい、それを知るためにこのリュウグウとかこれからそのサンプルを持ってくるってことの意味と、なぜそれが必要なのかっていうこと、私は最初、はい、さっきちょっと分かったんですけど、はい、もう一回説明していただけますか、はい、その太陽系の起源をいろいろと理論的に知るっていうことはいろんな方法があるんですね。そうじゃなくてその理論を証明する必要があるんですね。でその証明するためにはその時の化石を持ってくる、調べる、うんうん、で化石から情報を得るっていうのが唯一 の実証の方法になるわけですね。でそれが今まで隕石がそれを主役を担っていたわけなんですよ。で今でも隕石は主役なんですね。でそれは隕石はたくさんあるからいろんなバラエティもあるし、だからそれを調べればいろいろと一般性特殊性が分かってくるんで、それが基礎になるんですけど、本当に隕石ってどこからやってきたのかなっていうと空からってしか言えないんですよ、うん、でどの天体からっていうことも言えないので、それを見つけに行くっていうのが最初のはやぶさ1ですね、うん、で、はやぶさ2っていうのはそれを元にしてそのバラエティを見つけていってという、だから科学のもう一つ次のステップに行って、で多分小惑星の宇宙探査が主役になる時には何かっていうと、今の隕石と同じぐらい手軽に我々が宇宙に進出している時代になったら
時がそのもう一つ次のステージに行く時ですね。だから宇宙旅行が一般になるまではあのこういうあの小惑星に行くっていうことが努力してやらないといけないっていう時代なんだと思います。多分本学で最もたくさんネイチャーサイエンスに投稿されてる方だと思うんですけど、まあ、何かコメントみたいなそれはないでしょうね。結果ですよね。そうですね。ネイチャー以外にもいい論文はいっぱい自分は書いてると思ってて、そっちの方がいいのはあるんだと思うんですけど、たまたまネイチャーに載ったということですよね。それで、まあ、連名でも何でもよければ、ネイチャーに載せるのもそんな難しくないんですよ。でしたけれども、ね、強調論文で、プロジェクトっていうのは活気があるので中にいると楽しいんですけど、流される分が多いんですよね、大体。だから面白いのはやっぱり自分で考えて、それでずっとそれを突き止めるっていうことが重要なので、だからやることは反対しないですけれども、うまくバランスを考えて、で自分 のずっとできるサイエンスっていうものを考えてほしいなと若い人には思いますね。北大に来られて国会多かったとか、あるいはでもひょっとしたらここは若い人のためにこういうふうに変えてほしいっていうことがあれば、ぜひこの際聞いてもらいたいと思います。いや、北大は本当によく来てよかったと思います。総合大学でいろんな先生いて楽しいんですよね。それで非常に快く北海道自身も受け入れてくれたみたいで、なんか北海道大学文化賞とかいうのを来たばっかしでもらったし、だからああそこでこういう風土なんだと思ってよくって、やっぱこれに興味を持ってもらいたいという、その科学者としての広報係っていうかな、アウトリーチというのは、そう意識してるというよりも自分のお仕事だと思ってやってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、それはいかがですか？それ楽しいですし、やるのはもう本当にやりたいと思ってやってるんです。それでそれを後押ししたのはやっぱりはやぶさの1の時で、結構それはすごいやっぱり反響でしたよね。反響を市民の方が応援してくれたので、これはやっぱりやる価値はあるんだなということを思い直したのがそれで、それでもう一つでも、僕は一人じゃこれできないですよね。つまりやっぱり僕の場合には一人でどんどんできてる人は自分でプロモーションしてできてる人は素晴らしいんですけど、誰かにこう助けてもらうというか、その人にこう乗らないといけなくて、そうするとうまくいけるって、それができ始めたのは、北大に来てからですね。まず北大に来て、まあ、よそ者ですからけど、よそ者をすごく皆さんがきちんと喜んで受け入れ てくださったっていうのが、すごくこれは嬉しかった。感謝したことですし、それでその後は広報の人たちに後押ししてもらって、それそこに僕が乗っかっていろんなことをできた、コミュニケーションできたっていうのも、これもすごいラッキーだったと思いますね。最近ノーベル賞を取った先生方も みんなやっぱりよく語るなと思うんですね。ノーベル賞だけではないですけども、先生もネイチャーとかサイエンスに素晴らしい論文を書いていて、一流のというか、まあ、あるとこう突き詰めた方ってやっぱりちゃんと伝える、別にこうフルエントになんかお話し上手に喋るっていうこととは違って、ちゃんと伝えるということをしっかり自分 の仕事の一部として、ちゃん仕事というと言い過ぎな、仕事じゃないんだな、やっぱりそうすることがやっぱり楽しいひょっとしたら楽しいかもしれないし、ね、楽しいですね。ですよね、この仕事をやっていて、研究やっていて、楽しいというか価値のある仕事だなと思うと、楽しいのはですね、やっぱりこうね、グループの人が、実験結果を持ってきてくれる、見せてくれた時が一番楽しいです。なるほどね。しっかりと結果が出てきて、いやしっかりと結果出なくてもいいんですけど、これなんですとか、これダメですとか、なるほど、それが一番楽しいです。なるほど。だってね、もう僕も一番
人生で頭良かったのもう30年前だと思うんですよそれからどん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 ダメで、でだからあのね、総合力で分かってると信じたいけど、多分それも信じてるだけで、うん、であのいろんなことはきっと若い子がやるのが一番こういいので、でそれがそれから吸収させてもらうっていうのが一番楽しいですよね。なるほど。先生、あと今後ここまで自分はやりたい、いやあるいはこれから先の仕事は後輩にかけたとしても、次とりあえずの次の研究のねゴールというか どういうことでしょうか。あのいやゴールは多分たどり着かないですね、はい、うん、今までそこに行ったためしないですからねだからまあ、あのできる環境にいるうちにやって、だから今やってる太陽の研究を、うん、あのやれるところまでやって、あとはあの託してもしょうがないんで、あの自由にこうあのこう共同研究者の人は発展していってもらおうと思いますけどね。総長とあの長い時間お話しさせていただいたのは今回初めてで、はい、いろいろとあの勉強されてきていらっしゃってすごいなと思いましたはい、それでいろいろとあのいろんなあのことを聞いていただけて、いろいろお話しさせていただいて、またあの総長のいろいろやりたいことも分かって非常にあの勉強になりました。副材をあの舵を切って、あのいい方向に進んでくださるとあの信じられるようなお話をいただきましたので、非常に期待しています。やっぱりあの北大を代表するその研究者って素晴らしい研究者だなと思ったんですけど、やっぱりあのやってる領域が今もかあの対談でもお話したんですけども、やっぱりそのすぐに実学に結びつかなくてもですね、本当に興味を持ってあの、まあ、あの結果にこだわらず長い間、まあ、一つのことに集中してやってこられた数少ない研究者なんじゃないかなと思いました。あとやっぱり先生の人柄がやっぱり非常にやっぱり、一緒に仕事してしたら楽しいんじゃないかなと思える人なので、やっぱりそれが今まで続いてきた仲間を集めて、いろんな学外の仲間ともつながってっていうのが、まあ、やっぱり研究はもちろん実力も頭脳も必要だけど、まあ、もしパッションとか人柄みたいなのがすごく大きいなって改めて感じました。